れ以来、スザクは小屋に引きこもっていた。何が正しいのか、何が間違っていたのか、考え続けては意識が落ちて、また目覚めては考えて、そうして終わりのない悪夢を見続ける。俺はどうすれば。その問いに答えを出す者はいない。答えを出すのは許しません。勝手に死ぬなんて。絶対に許さない。スザクは自分の叫びで目が覚めた。俺は両手で顔を押さえてうずくまるスザクの周りに黒いモヤが集まってくる。そのモヤはうごめき集まり、次第に人の姿を取った。スザク、ユフィ、辛かったのですね。でも、もう大丈夫。一緒にまたやり直しましょう。何度でも、何度でも。永遠に。あ、そうだね。黒いモヤは、ゆっくりと、スザクを飲み込んでいた。遅かったみたい。小屋に駆けつけたアリスがナイトメアと化したスザクを見て冷静につぶやいた。あなたの親友はまた飲まれたわ。そうか。アリスの背後には黒い髪と紫色の瞳をした喪心の少年が佇んでいる。すまないスザク、今度こそ必ずお前を救い出す。そして喪心の少年は顔を歪めて天を仰ぐ。すまないナナリー、俺はもう一度お前を。見上げた空は真っ赤に染まっていた。
ンたちですか。スタッフのことも考えてください。こちらのスタッフなら入るのはいりませんよ。こちらもはホワイトです。サンライズ日を伝えました。さすがですね。とまあ冗談はさておき、この世界は悪意で満たされ、この世界に迷い込んできた者たちの元の世界で落ちた虐殺、そこで閉鎖な世界を満たしているのです。なるほど、納得。仮に不作な殺人を犯す要因を回避したとしても、また別の要因で悲劇は起きるでしょう。殺すことは必然というわけですね。ええ、ですから認めさせましょう。誰の弱さを覚悟させましょう。次の代償を受け入れ前に進むことを、それだけが運と終わらせるのです。ああ、そうか。